とある台が打ちたくて新潟から4時間かけてやってきましたが、目がかすのはやらなんです。現在スマパチの SAO むちゃくちゃ流行っております。もしかしたら覇権を握れるかもしれないという噂でございます。そんなスマパチから3000発が約 70% でループするという爆裂仕様の爆時代が出たと聞きました。大当て確率 348.59 分の1、ラッシュ 55%、そしてオール3000発ループ。俺はここで負債額200万円以上を取り返せ。頼む。ギフ堂々直営店で勝負だ。これ13ずつ行くぞ。カスタマイズができるらしいです。クセル出たらもうほぼ確定、プレミアでラッシュが確定するみたいです。先読み変えるチャンス両方もできる。まずは N チャンスのみで。無駄だと思うけど1000円で26万あってます。ムラがあって大盤入賞5回ぐらいしてるんで制限ペース19ぐらい。ここ本日一発目のサキバレー、いや N バレー。さあこれは疑似か。約束、大谷義経。一人では行かせぬ、くれてやらねばなるまい。わしが今あるは三成、お主のおかげのおかげ。最後まで青なら確定とか先バレだよね。バレってこんなに弱い。これで決めたい。やばいかも。確率ループを超えてしまいました。ここからモード変えます。プレミアアップの通常状態できる、これ両方とも入れます。さあ投資3万円なくなる手前、2万9500円、先読みがないです。
初の赤メンツ。刑事殿は我が友にござれ。プレミア出た。キセルも先よりも何もいりませんでした。これ7来てもいいんじゃない？当たりも当たりだったんだよね。3000発ループメガカスタッフエクサラッチャー突入。さあ入った。さあお待ちのタイミング来ました。はい、いいよ、お腹になってるよ。頼む、出てきてくれ。出てこない。取って単発はやめてくれ。頼む。デカプタン。電撃。これ同時で出るわ。完全発ゲット。これユニコーンっぽくね。さあここで 4% 上乗せでさらに1500発。さあモードをちょっと変えてみようと思います。一騎打ち4種類あるね。一騎打ちで次行ってみたいと思います。どうか止まった。ここ正確か。漆黒の悪魔と前の刑事今勝負。さあここが決まればほぼまくりです。まくりたい。ただスパやばいね。ケージが勝てばいいと思ったけど、おそらくこれ強攻撃。避ける食らう。これやばいな。頼む、もう一回、もう一回でまくりを。まだまだ楽しい時間はこれからよ。これでまくりは確定。
さあ 4% 欲しい。あ、次エッセンセルなし極流。さあここ決めれば満発。ここの6分以内に妻が閉まる前にステルが出れば渡す。煽ってる。さあ何も起きない。煽け。はい、起きたんじゃない。はい、やばい、頼む、あと1回。万発。はい、復活。V 入賞でダメ。クラスならず。2回取ることができました。6連持ち玉8451。もちろんこれ続行していきたいと思います。持ち玉7500発、まだ全然あります。ここで決まったら熱い。いや、これ先読んでる。おっ、ストックに激アツなんじゃないか。燃えてる。プルってる、プルってる、プルってる。これ、超柄だな。さあ、プレミアムなものが欲しい。捨てるか。さあここでストップを使う。先バレも来た。ただプレミアムモードでプレミアが来てない。お願いします。オッケー、早かった。71回転です。55%、お願いします。シュラチャレンジ頼みます。サンナ直して抜刀しシュラとなれば4分。さあプレミアモードでプレミア出なかった。プレミアか、プレミアだとラッシュ確定らしい。危険なのか、出ないと危険なのか、そういうことなのか。早い観察はありがたい。現在持ち玉残り約5000発なんですけれども、もう考える流れが悪い。多分動画になってないですけど、先まで2回外してます。朝早くからだらに何も食べてないので、一旦飯食ってみます。食ってるか分かりませんが、そう、何マジでうまかった。これ勝って
ルソンは次からもうここ一択かもしれないレベルでうまかったです。ごちそうさまでした。もう3万発出る気するもん。やろう。100倍で続行。間違い続けとしちゃった。残り2400玉。飯行ってから一発目の先バレ。おお、これ行くだろ。天撃子供のチャンス。だってもう先バレしてんだもん。天撃子供を長押しして他人の子供を感じろ。よー開始。いや絶対震えるでしょ、先バレ来てんだよ。しかも3、これ格変じゃない。ほらやったぜ、飯食ってよかった。飯食って流れ変わりました。ありがとう。さっきのリベンジ。さあ全てはここだ。メガカスタムをやる前に始まったんだ。これで終わったら俺マジで切ないぞ。頼む。高々に行け。ペイントで当たってました。メガカスタムだってやるもんじゃねえから。見せてくれよ。まずは単発回避。メガカスタムってやろうと思った瞬間のあの残りカスで、メガカスの残りカスでこんな球が当たりました。嬉しい。さあ上部突破だ。バリバリ。ここ入った。あーどんどんする。さあここ突破でまくりです。これ全員今さっきより遠くなかった。お願いします。イエーマジ。いやまだあるよね。まだあるよ。はぁ、あ、早すぎるで。復活かぁ。入り口に戻してください。こんなに苦労して入れても5分くらいで終わるんだね。まくりまでいけない。まだ時間はある。待てみんな、衝撃的なことが起きた。2個連続後期到来したんだが、前代未聞。これ2個当たりかもしれん。おちゃんぷし男たちの熱き生き様を選択していただきたく、ご雑草。さあまだね。いや弱いよ。しまう。ノリは変わる。火は熟した。金と思えば死し、死なんと思えば生きる。これが我ら一世一代の戦よ。さあ348分の1、2回連続引いているのか。先バレ1回目。さあどうなる。さあ通常。さあラッシュが入ってこのホールの先バレです。入らなかったね。次がある。やばい。行ったんですけど、これ次どうなる。このホール、ちょっと待ってくれ。このまま打ち続けます。保留大連とかないよな。どうなる。テスト保留使っちゃった。外れてました。
さあ左は外れ、外れ、よかった。チャンスアップ、ダメ、よし、これチャンスアップだろ、ありがとう。お、連打は初、連打は初、ここの連打はダメなの、いや、あるだろう、ある、これはある、ないの、待て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 、左の先読み、スルーして右も復活、なんだこれ、左の保留台で考えてなかったらもうちょっとタイミング考えてましたよ。現在の時刻14時4分、この出玉だけは追いかけます。さあこれ赤生地いるんじゃないかな、サドバリなんてあんの、しかも3に変わった。さあお詫びのスペシャルいただきました、早い、みんな初当たり5回目、ラッシュ4回目です。一連発出せば俺の勝ち、勝ってここまでの交通費も稼ぎたい、2連で満発です。2回連続単発だから絶対ダメだから、気合を込めた手だかす、たぶんお願いします。マジ勘弁、70万、ふざけんなよマジで、マジで2回連続単発はないよ、ラッシュ単発は、左打ちに戻る、なんでだ、隠れてないので続行します。3435玉、いいバレー入りました、来てて、オッケー、プレミア、ありがとう、おそらくラッシュも確定のはず、ここで変わる、変わらない、さあさっきのがプレミアならラッシュも入るはず、ほら気づいた、天高く、いきます、さあ本日移動がありまして、時間的にこれがラストチャンスになる可能性ないです。 70%3 回連続スルーはねえよな、気合を込めたペタカス、 70%、 よし、これは濃厚じゃないか、さあ 70%3 回目、頼む、
回、あと1回で満発でまくり。これチャンスアップじゃない？来い！出てこない！おお！これで万発突破です。ありがとう。直江は新潟の武将です。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。初二十歳6回引いて5回ラッシュに突入、見事に最後の最後まで粘り切ってやってやることができました。ただ率直な感想を申し上げると、約350分の1を6回引いて1万2000発の回収かと、すごくその辺がちょっともったいないなと。初当たりが引くことできてすごく良かったんですけれども、演出もすごいあっさり系でむちゃくちゃ楽しかったです。ラッシュ中も1回転っていうね、ドキドキ感、これをね味わえる、これもはや一発台なんじゃないかなと。義風堂々、まあ、ほぼね刑事のね一発台みたいなもんだと僕はね打った感想としては感じました。やっぱりねもうちょっとね頑張って当てたんで、ラッシュを楽しませてほしい。もうちょっとね高継続だったら楽しかったなと思いました。この新幹線もっと出玉爆発力があると思うんで、またね新台導入されたら打ちたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。